花の木に来ています。今日はこの古民家をお手伝いします。今日はねゴールデンウィーク中でカフェやってます。見てください。築100、これも150年ぐらいかな。すごく立派な立派なお屋敷、お屋敷なのです。それを今改装してカフェとか、あとこれ見て、能舞台とかもあって、皆さんは手作りしてねやってるんです。はい、で花の木っていうことで、こちら、はい、こちらが入り口です。はい、カフェ皆さん絶賛準備中です。この美しい広い大広間見てください。すっごい天井高くて欄間がすごい綺麗でしょうね。でなんと今甲冑をね集めたら、こんな立派な甲冑が集まって今展示されてます。ないよね、このお屋敷にはすごくよく似合ってます。はい、甲冑祭と銘打ちね、ひな祭りはね結構あるんだけど、5月のこの甲冑のね人形を展示してるところはあまりないので、すっごいバッチリですね。この欄間がね素敵でしょう。すっごい素敵。この廊下、あ、見て、こういう感じでね、雪見障子、そして長い廊下、あ、どうもお疲れ様です。はい、はい、よろしく。こんな感じです。すごい素敵な長い廊下。このね、素敵ですね、この廊下の長さ。これね、幅何？これ一軒っていうの？一軒以上あるよね。一軒って90センチ、一軒以上あるの？昔ながらでしょ。今日はねちょっとストーブもねやります。はい、ここがカフェとして今日はオープンします。はい、こちらをお手伝いします。はい、現場から古民家からの家、マダムコンでした。